だな、なんだ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 無理無理無理ミックスハラミンのパズドラショートコントコンボ九州皆さんこんにちはこんにちはちょっとめっちゃ揃ったえ仲いいの2人いやそこはいやいやいやまあまあ普通っすやめろよいいですよゲームに集中しようぜあゲーム集中しましょうそうっすねせい集中あれ私だっけまあいいや昨日ゼログ降臨、行きましたが、はい、本日はノルジス行きたいと思います、はい、参りますむしろミックスを無視してハラミンだったらどうするって聞き続けるそれでもいいそれにミックスだないやちょっと違う、違いますはい、はい動画としては初めてなんですが今回覚醒芝で挑んでみたいと思います、はい、こちらのパーティーで覚醒芝は火属性の攻撃と回復 1.5 倍4コンボ以上で上昇攻撃力最大3倍参ります挑戦うんうんうん、いい感じじゃないか、うん、いきますよでも皆さんノルディスは結構楽勝な感じえ全然全く全くうんむしろ濃厚したことあるのかなないんじゃないかなよしまずはいいねまずはどんどんいきますはいなんか今日いける気がしてきたいける気がしてきたいける気がしてきた。あ、あら、綺麗綺麗。いけましたね。今日濃厚したかも。いけましたね。うん。そうっすね。濃厚した感がある。今のとこ順調や。てか覚醒芝強いよね。いや、そうっすね。覚醒芝が強いよね。いくぞ。みんな似たいことな。そうなんです。そして思いのほか私の中で操作時間延長が。すっげえあるなと思ってよし1コンボでいや手元8コンボはいいね今日私乗ってるねいい火力出てるしあれこれこんなスムーズにバンバンいくのかな、まあ、5からですね、うん、そうだねどんどんいっちゃいますよナイスコンボじゃない手元7コンボ今平均コンボ7以上マジ、うん、すげえな持ってます、うんうん、ただまあやっぱり操作時間延長に甘えたパズルっていうのは言わざるを得ないあでもアーミルがいるよちょっと待ってね操作時間延長が2個でしょ3、4、5まあ6、7だねってことは4秒に対して7.5 秒パズル長っこのタイミングでアーミルさんって使っていいのかな大丈夫です大丈夫、はい、スイーツパフュームちなみに次がハッターンでしょ大丈夫だねノルディスのところで闇属性に対してバインドがバーンって飛んでくるそこに対して使いたいと思ってるんですけど、うん、アーミルさん弾くんで覚醒ででベジットあれうんベジットは弾かないよね、うん、よしそこで使う予定でございます参りますなんかこれだけ操作時間延長ついてるとあーもう一個行きたかった光組みたかったなおや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 これ200万ぐらい出てるのか今おおおおおおおここでちょっと一回スキル貯めます一回ちょっと休憩気味だよね、はい、ここよし行きますまあいろいろ消しますうん、うん、火があんまり来ないな、うん、もう一回ちょっと余裕を見ようか、まあ、ここ確かに確かにカイトみたいな消し方で火を残した、うん、おしじゃあもうここでいっちゃうぞあと2なんで1コンボしてもいいですね、うん、怖くないでも4-4今組みましたなるほどいいだろう
ああ確かにな。あそうか、ため直さないと。アーサーはため直しか。キャー！あでも OK。 いやだ、だい、うん、なんか不吉な空気を感じない。どこか。そうっすか。大丈夫。うん、OK。 3,4,5,6,7 コンボ、うん、お、チコンなし、大丈夫か。はい、おっと。大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃなかったですね。もう一回行こう。そんなスムーズにはいかんかったな。2回戦参ります。いやなんかすげえ超楽勝でクリアできるみたいな雰囲気微妙に漂ってたよね、うん、もうノーコン確定だって言ってましたもん、ね、あ、すいません。私そんなこと言ってました。言ってましたね、2バトル目ぐらいで言ってました。そんな恥ずかしいこと言ってました、はい、怖い怖い。今日乗ってるね。乗ってるね。乗ってるのはお前の脳みそだけだろ。頭だけだろ。そういう乗り方しちゃってたな、さっきはな。ちょっと不安だったんで。あ、やっぱり、はい、村田自分で持ってるね。空気感じちゃいました。なんかあるな。なんかありますね、そういう時は。そもそもさっきあの落ち込んが来なかったっていうのもちょっとありますよね、ちょっとそれが不穏な空気ですよね、うんうん、これぐらいのパズルができればいい、うん、こういう時って火の2コンボか火の4つ消し1コンボかだったらこのパーティーだと 2way かなり多いんだけど、どういうこっちの方がいいんですかね。火の2コンボかね、なんだかんだ。いや、4つ消しの方が強いか。223、まあ、強いっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、うん、2個ドロップを温存できないので、多分、ね、火力的にそんな変わらないんですよ。ああ、そうか、はい、2個ドロップを温存できるっていう発想は熱いな。その発想はなかった。賢い。2個ドロップを温存できる。バトル5、うん、あ、さっきと違う。優しい。ラッキーですよ、これ。ラッキーなのかな。うん、すごいなんか遠回りなパズルをしました。6コンボ、6コンボ入ってればもう基本は倍率乗るんで、でかつ来たから大丈夫ですよね。はい、大丈夫じゃないです。引きでしょ。アーサも吸収されてます。うん、まあアーサもの吸収はいいとして種属性の攻撃がないな。闇の4つ消しを入れようか。なんか闇の4つ消しで一定いける気がするな。でかいダメ来るんですか。わかんねえ、来んのかな。来たら嫌だな。14,000くらい耐えられると。え、マジ。おっと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 、スーパーナチュラル。おお、あ、なるほど、そういう、うん、これスキル温存した結果、うん、やられるとかは嫌だね、うん、あ、くそ。ラッキー、うん、あ、どうかな、これでいけるかな。うーん、厳しいかな。残りそうですね。あ、おっと、あ、 100% ダメージですね。この人 100% ダメージとかあるんだ。今のなんか発動の仕方的に、あのエフェクト的にね。100% ダメージ。4個消しじゃないときついですね。そうだね、勉強参ります。なんだかんだ0億円。そうですよね。いや、私もあの普段からそんなにたくさんがっつり降臨をクリアしまくってる人間ではないので、はいはい、そのまあ多少の勉強もしながら。難しいですからね。まあボス戦に行けてないっていうのがちょっと非常に恥ずかしいんですけれども、ね、確かにとか言って、確かにとか言われちょっと。あと私残念ながら皆さんご存知の通り忘れっぽいんでね。あ、お、来た。ほう、よかろう。攻撃対する火、あ、ちょっと
ああ繋がってる。あれ、ちょっと空気的に険しい空気。よし、ちゃんとしよう、ちゃんとしよう。もう前回の、前回3人で取った時もちょっと負けてたじゃないですか。負けてた。3人がダメなんだよ。組み合わせが、組み合わせの問題の可能性ありますよ。組み合わせの問題か、相性か。そんなことないですよね。あんまりちょっと、僕ら2人だってなんか、村井さんでもどっちを強くなっちゃう可能性ある。あ、なるほどなるほど。噛み合ってないのかな。噛み合ってないな。あ、噛み合ってない可能性か。何を言ったらいいね。途中すごい順調だったのにね。そうですね。普段ちなみに私が今回、芝で挑んでる理由が、はい、過去のそのマックス村井チャンネルの動画を見たときに、うん、その何回も挑んだ動画はあったんですけど、はい、あれがなかったんですよ。この芝生で挑んだ動画なかったんですよ、うんうんうん、これまでベジットとか、うん、なんだっけな、いろんなパーティーで挑んでるんですけど、ノルディス降臨はベジットじゃないや、芝がなかったんですよ。どっちの方がやりやすいですか。芝、はい、って根本的に強いじゃないですか、はい、モンスターとして、うん、あの破壊力半端ないじゃないですか、はい、ただ私 UFO 使ってないんですよ、はい、その普段、はい、慣れてる、そのコンボリーダーで集中力いるから、うん、で私多色の方がまだパズル的に頭が脳みそがこう多色の方なんで、スイーツパフューム発動、もう使っちゃえ、攻撃耐性。脳みそが多色だったりしません。私脳みそが多色、はい、うんうんうん、そうなんだ。まあグランとか、ああ得意ってことですよね。そうなんですよ、はい、最近やりやすいんですか。すっごいやりやすい。あくすそうなんですよ。とにかくいっぱい消せばいいよよりもこの色を決めた方が、うん、そう、っていうのはすごい合ってですね、はい、ない、なんか何が得意とかってあります。うーん、でもハラミもあれでしょ、ラードラってことは多色だよね。コンボ、そうですね、コンボよりは多色の方が好きです。なんかコンボリーダーと多色のリーダーってなんかパズルですごいこうコンボ数増えるんで、うん、同じなように見えて全然同じじゃないと思ってるんですよ私。まあでもコンボリーダーを使う時期と多色リーダーを使う時期っていうのは結構その、うん、分けてますね。やっぱ同じ時期に同じパズルできないですね。あーなるほど。多色をやってる最中に、うん、コンボリーダーって難しいですね。むずいよね。あの色が決めれてなかったとかめちゃくちゃあります。ミクさんどっちが好きなんですか。私もそれちょっと気になった。あまあ、ちょっと前までは、うん、あのオークニーをずっと使ってたんですよ。あ、そうなんだ。オークニーを。へぇー、それなんで今のオークニーってどんなリーダー好きだっけ。いや、6コンボ4倍で回復が引っ張られる。ただもう4倍でどこまでいけるかっていう話で。あー、やってたんだ、うん、結構しんどくなっちゃったんで、うん、最近もラードラです。あ、ラードラ。それだってもうコンボ系から多色にガラッと変わったところですよね。なるほどね。あ、皆さんちなみにあのノルディスはここの色が固定で出ますんで、でこの超キングサファイアドラゴンが防御力18万でなぜか闇の方に対して2倍強3倍弱ありますんで、ここ固定ダメージ持ってた方がいいです。これしないときついよね。まあ結構このパーティー、あ、このパーティーってこの通りに来ていくこと、来ていくドラフトなんですけど、うん、ここは割と鬼門になるよね。貫通するの。まあ芝使ってもいいのかな。ああ、第3の目か。あ、お、
まあまあ全然抜けなかったのに。これアーサーの後やべえな。次がアーサーの後いくつですか。アーサーもまだ結構あと2だ。意外と溜まってる。ここはもうがっつりじゃあ組んでもいいかもしれない。そうだね。この人火のドロップをお邪魔に変換かつ1333順番に来るんですね。その次が2668。もう飛ばしにいかんとあかんないな。いやそうですね。まあ相手木なんで。よし行きます、うん、違う違う。なんとか6はいった。これで飛ばせなくてももう一ターンは余力があるけど飛んだ。よし。さあボス。ノルジスたどり着きました。この子 HP425 万。はい。さっきのパズルだといかないですね。で一発目がフン14550。で2発目が盾を構えてるか。じゃあ2撃で落とせたらいい感じなんだな、うん、どっちにしても削っていかないとですね。で状態上向こうガンガン来るんだね。そうですね。もうここは次もそうか。次もそうか。そうだよね。いきまーす。うーんちょっと待って。いきません。いきまーす。いや、いきません。いきまーす。いきまーす。ここからおお。ハートが微妙に残しつつ、どうかな。残した方がいい。うん、あえて残しつつ。さて、これぐらいか。まだ次耐えれるんで1万5000円ぐらいなんで。尊権違う、ソースを使おうかな。うーん、水を変換。バルは残しておきたい。次をどうするかですね。次、はい、次もほとんどワンパンするしかないぐらいの。盾を構えている1ターンの間受けるダメージを半減するみたいな感じになるじゃないですか、はいはい、その時ってこの防御力を激減って関係ないよね。きっと防御力と関係ないもんね、はい、単純にダメージを半分にするんだもんね、はい、ちょっと使って飛ばしに行っていいですか。シュガ波動の編さん、あとせっかくだから片方使っちゃおうかな。もう使っちゃっていいよね、はい。これ爆滅だよね。爆滅の三眼発動。次結構厳しいな。鬼門だね次。いきまーす。おし。オッケー。ナラコンボ。うん、これ行きましたね。完全回復。行った。お、行った。いやここですよね。次はもう。さあノリディスラストだな。おし。分かってたけど、ここが HP 倍増。倍増？さっきの。いくつですか？中ボスが420万で、うん、中ボスというかこの進化前が420万で、はい、860万。さっきのパズルでフレンドの芝が77万とかだったんで、あれで500万ぐらいは出てんのか。500万出てないわ。300ぐらい、うん、半分いけたかどうか。うわ、あれでか。それでいうとこの瞬間、うん、バルキリー使っアーミル使ってまずバインドできます、はい、スイーツパフュームで。私の中でバルと芝で半分以上削るとかは結構ありなんだけど、うん、まあその次のターンに火がどれぐらいあるかにかなり運とかにもなっちゃうんだけど、うん、運だよねそれ、うんうん、とはいえ長引かせたところで勝機ないしな。いや結構はね、うん、ダメージでかいんですよね。
だよね、受けれないやつばっかりだと思うんで、ガンガンいきます、攻撃体制、はい、発動、ゴリアスどこまでいけるか、爆滅の三眼、4-4はもう確実に組まないとあかんですね。四つ化粧組むときってまたちょっと難しいっすよね。そうですね、まあ、縦が5個なんで、うん、横に1列組んであと縦にすると四つ消せますね。例えば右、僕だと右で右の下に闇を1列作って、うん、右の下、右の下、右の下ってどこ、右の下ってこの画面で言うと右の、あ、そうそうそう、右の半分から3つ下、闇を3つ作るってこと、下に、はい、一番下に、どこ、右って、アーサマの一番下のところの列、あ、そうっす、アーサマの一番下に闇を、闇を3つ横に3つ、はいはい、なで上に4-4-4、そうですね、その組み方がね一番、あー、なるほどね、そうすると光が2個今、うん、アーサマの下にあるじゃないですか、うん、で、ソウソウとバルの下の2個持ってきた、それで4つなんですよ、そしたら、この右半分で闇、うん、火、光、闇とか、ね、まあ闇だと、下の闇とくっついちゃう、ね、あ、そうだ、ダメだ、あ、火、光、火とかで、うん、で、残りをこっちで組むみたいな、そんな感じか、うん、なるほどなるほどなるほど、賢いね、が僕が一番、なんか簡単に組める4つ消しシリーズか、それですかね、結局4つ消しちゃうと横に、うんうん、横に4つ消しちゃうと横が2個しか残らないで、確かに確かに4、3って消せないんですよね、うん、だからもう縦に組むことにしました。それでも賢いですね、4つ2ウェイパーティーだったら私それがすごいなんか今 すんなりというか、うん、すっきりきました、ガッテンします、ちょっとですけど、ガッテンガッテンガッテン、ただこの3つをこう微妙に移動させるのちょっとめんどくさいね、うん、そうですね、いきます、マイル、いきます、あ、あれやっば、でも来てる、あぶな、ひど、ちょっと時間かかっちゃったな、形的には合ってます、うん、お、あ、お、お、いいの引いた、これ村井さん、これね、これはもう火以外で半分まで行かせるしかない、そうだな、そうだな、そうだな、うん、てかハート欲しい、ハート欲しかった、いや、ハートいらないです、ハートいらないです、え、次何も来ないのか、あ、そうか、火、てか今の私大変失礼した、かなり神調整ですよこれ、神調整だけど結構私の中でやっちゃった感が今かなり出ました、あ、闇の4つ消しでこれたら副属性まで届くと思うんですよね、だろね、はい、で火を消したくないけど消えそうだよね、6コンボもしたら、まあ最低3つは残したいです、ね、オーケー、行きます、ここから参る、はい、残せるからめっちゃいいですね、あ、うまい、どう、残れ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 、お、しかも6コンボ、あ、で、火が1、2、3、4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 
うん、いやでもいけますね。可能性あるね。可能性、いや全然あります、さっき44で、うん、44で半分ギリギリだったんで、もし敵が木だったら、うん、もうほぼほぼ半分。確かに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 。だから44でまあ多分これ抜けるんですけど、いやいや全然いきますよ。ほぼ半ほぼ同じぐらい削れればいいですな。どうしたもんかね、これは。次はもう攻撃によっては耐えられないから、もうこれ、うん、これもワンパンするしかないよね、うん、一番右端で火組んで、隣に木組んで、左上で木組んで、右端でハート組んで、真ん中ら辺で火組んで、下で水組んで、ぐちゃぐちゃなパズルや。
なんかもうエルモアさんみたいな綺麗なパズルしたいんだけどな。ミックスだったらどこから行きます？結構ね、僕も悩んでるんですけどね。結局3つずつあるやつはあんま持ちたくないのが僕のあれなんで、はい、闇は持ちたくないんですよね、うんうんうん、闇と光は持ちたくないんだけど、右下の光は結構行きやすいんですよね、うん、右下の光でコンボを組みたいよね、うんうん、右下の光で始めてその下に火の1コンボと右端に闇よ、うん、あ火の4つ消しは簡単に組めるんですよね。あーミックスだったら そういうスタートでいく、はい、ただ光は組みたいからちょっと光持ちスタートちょっと難しいですね。何どうするか、さっきのこの1個前のパズルの感覚、自分の中であんなにこうなんかパズルがぐちゃぐちゃになるというか、なんていうのかな、まあ いつもと違う組み方したから、そう、結構戸惑っちゃったんだよね。それでいうとこれ木が6個なんで、まあ、3-3に分けたいですよ、うん、私だったら画面、右上のハートか水を持ってスタートして、はい、それ正しいと思います。で組んじゃうな。それでいうと水も6個あるから、あ、本当だ。じゃあ水持ちの方がいいな。回復持ちの方がいい。ああ。つまり持ってる回復は組まなくてもいいんで。っていうことね。かも最後着地する色を持つかですけど、まあ、水持ってもいいかもしれないですね。水の2コンボ派だから私はもうなんか諦めるみたいな。最後にいい感じで水を組めればいいんだけど。遠いっす。結構ね、あれだよね、どこに水がいっちゃうか分かんないですね、はい、上の2つが、うん、まず火を4つ組んで、うん、下に降りて、うん、くるんで木と火を4つ消しにしつつ木を3つ消しに、うん、移動しまして、ハートも組んで木も組んでぐちゃぐちゃ、ハートを持って、うん、下に木、右端に火を4つ組んだ瞬間に、あの右下の光が上に上がってきてるんですよ。うん、そうだね、そうだね。だからあの2つとその下の1個は絶対組み合わせられるはずなんですよ。うん、そうか。ミックスの場合は、あの右上のハートを持って、まず火3つは作るよね。出てきます。で、そのままグッと下に下がって、下で木を3つ、はい、反れるのか。うん、そうか。ちょっと、めんどくさいですね、うん、あそこ時間かかりそうですね。ちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃいそうやね、うん、ハートを持ってって言ったよね、うん、光と水がどっか行っちゃいそうですね。右下の光持つのがいいのかな、うん、ちなみにハラミンはどう。いや自分はやっぱハラミンは、いや右下の光持っちゃいます。右下の光持っちゃいます、はい、で木一番下で組んで、うん、ああ一緒、そうです、気合うね。そうですね。ミックスと。そうですよ。実は仲いいの？いや、自分は仲いい。まだあんまり喋ってないです。仲いい。良くなりたいです。まあ右下の光スタートした時に、うん、下に木組むじゃないですか。そうすると反対側に水の3つも組めるんですよね。うん、木。ああ。木水で右端に木。木の4つ。それでいこうかな。それでいきます、まあ、光の 4-3 だけ最低、火の 4-3 ね、うん、てほしいな。いきます。ちょっと慣れない感じの組み方になっちゃうんで、もしかしたら乱れる可能性も多々ありますが、いきます。バイ。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃったけど、でも来い、火、ありがとう。いや、これどうだ、どうかな、今日あやといかな、どうだ、どうだ、はっ、いけ、いけ、いやー、よし、よかった、際どい、ギリギリ、これギリギリじゃね、今の今の、ギリギリっすね。え、
約430万あってで、フレンドの芝が50ちょっと万だったんで50ちょっと万ってことは、だいたいバルとかも全部40か50かそこら200万くらいですよね、多分トータルで。で、倍になんで400万で、やっぱちょっとほんとギリギリだな、いやでもギリギリでもクリアはクリアです。いやー、ほんとおめでとうございます。やっぱちょっと時間かかっちゃいますね。そうですね、この3人だと、うん、この3人だと。いやでもなんか昨日ゼローグの時にお二人がちょっとプロレス気味な感じでなんか仲悪いんじゃないですかとか、もっとゲームに集中してくださいとか、はい、コメント欄でもいろんなコメントいただいてましたけれども、ね、どうですかこれを今日のこのノリですで、はい、二人はちょっと仲良くなれましたか。自分は仲良くなったと思いますよ。まあ普通ですか。いやいや、そんなこと言わずにミックスさん。ちょっとじゃあせっかくだからやっぱりみんなも仲良くなってほしいと思うし、うん、絆を深めるために二人でどうですか。なんすか。二人で一つなんか一つのことを達成してみるってのはどうですか。おまけコーナーとしてこの動画の。いやどういうことですか。無理っすよそんな急に。さすがにね、あの二人ともあのお笑い芸人みたいな感じだから。ちょっといやどういうことですかそれ。ちょっとここで即席コントでも一発。いや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 、村井さんそんなボケ急に。さすがにこれは無理ですよ。それめちゃくちゃ仲良くても、うん、絶対無理だと思う。そんなのね無理ですよ。いや私の中で二人のこお、そんなのはね絶対ね無理だと思う。おおおおおお、なんだ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 、無理無理無理、そんなのは。お、なんだなんだ。お、ミックスハラミンのバズドラショートコントコンボ九州。さあ次でボスだ。はあ、はあ、ボスのハラミンだ。ボスのハラミンだ。9コンボ以下を吸収してやるぞ。9コンボ以下を吸収。9コンボ以下を吸収ってことは10コンボを出さなきゃいけない。10コンボしてみろ。くそ、やれるもんならな。行くぞ行くぞ、うん、お前なんかできるわけがない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あんまいいの出なかったわ。優勝かちゃかい。どうもありがとうございました。何意外と肩ができてるじゃないか。いや今日自分ずっとおとなしかったらもうこのためなんですよ。もうえ、どういうことどういうこと。すごいドキ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 してもうどうしようどうしようと思って、はい、朝目覚めた時に、うん、あのネタが降ってきました。あのどうしてもハラミンとやりたいっていうことで、できたらもうミックスさんにハラミンやるよっていう。早いし朝ネタ合わせを。そうなんです、さっき二人であのマジで、はい、そうなんですよ。自分でもこの完成度の高さにびっくりします。はい、そんなわけで本日は以上、ノルディスコリンでした。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちは寄り切ります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス・ムライ、人工知能にはインストール完了。マミルト、マックス頑張って。歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おに任せろ。全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー。赤いサイバーロード。